ゃあ今日はね、久々に駄菓子を1000円買いたいと思います。はい、大切にね、よく考えて買いましょう。はい、レッツゴー。あ、ちょっとじゃあ行こうか。はい、買ってきました。もう出してるし。はい、じゃあ1個ずつここに出していきましょう。はい、はい、まずね、チョコって食べる泡スライムゼリー。ジャラジャラキーチョコ、これ好きだよね。はい、次じゃん、すみっこぐらしのクリーム絞ってシェイク。あ、好きそうだね。これが一番高かったんじゃない？300円。作るやつね。で、これ何味なの？チョコクリームかバニラ。チョコクリームだ。へえ。はい、次。これ。チョコ鉛筆。食べる今。ちょっと最後に食べよ。じゃじゃん、バブリチューとハイチュー。好きね。はい、青ベー。これ10円だったね。チョコ大福で、これが15円。ブラックサンダー。はい、ブラックサンダー。チョコ好きのりみちゃんです。最後。あ、これはしーちゃんのお土産です。しーちゃん、このね、もちっとプリンが大好きなんだよね。なので3個買ってあげました。リミちゃんが、リミと1000円って、でもな、あんだかんだ言ってあっという間だね。私ね、久々に買ったけどね、こんな感じでした。バサッとある。どれか食べたいのある？じゃあ1種類どれか食べよっか今。なんで一種？だって今は全部食べないの？これとこれ食べれないよ。もしこれとこれ食べるって言ったらどうする？これ食べれないよ、だってお家に帰んないとこ作れない。知ってるもん。知ってるもん。ベロベロベロ。反抗期マン。リミは嫌いな色から食べていく。そうなの？あ、リミ紫何気に嫌いって言ってたね。嫌い？その次ピンクで、その次オレンジで、その次エメラルドグリーン。エメラルドグリーンが一番好きなの？そうよ。そうなの？最近水色は持ってなくてね。エメラルドグリーンになっちゃった？なっちゃった。へぇ。クマちゃん、ごめんよ。クマちゃん？クマちゃんをね、見てね、リミね、まだその時ね、何色が好きなのか分かんなくてね、クマちゃんを見た瞬間、あ、水色だって好きになってね。そうなんだ。あ、クマちゃんの色を見て、クマちゃん色の水色が好きってことだったの？そうなんだ。へえ、初めて聞いた。なんで？じゃあなんで、じゃあエメラルドグリーンはどうしてエメラルドグリーンが好きになったの？水色っぽい。じゃあ水色が好きってこと？違う？なんか明るくてさ、いい色して。明るくていい色だから。そっか。でもね、この色鉛筆ね、あのエメラルドグリーンの色鉛筆持っててね、それ書いたら超滑らかで、しかも超いい綺麗の色だったから、好きになっちゃう。
それで好きになったの。ペロリと食べましたね、一本。これもね、あ、うんこ感じドリルだって。うんこ感じドリル、ペコちゃんがコラボしてる。あ、ペコちゃんがコラボしてんの。ペコちゃんってね、うん、あのね、うん、なんでペコちゃんの、うん、何話だっけ、都市伝説。そう、うん、怖いんじゃなかった確か。怖いよ。何、どうしてのリミ都市伝説、うん、何。教えてじゃ、ママに。あのね、うん、なんでペコちゃんは、うん、ペコっていう名前をね、うん、になったでしょう。ペコちゃんがどうしてペコって名前になったか、わかんない。なんでだろう。正解は、うん、ベロ出てるでしょ、うん、だから、うん、食べたいってことなのね、うん、なんかをお腹すいてて、うんうんうん、それでね、うん、それでね、もうね、うん、ペコちゃんね、うん、貧乏でね、お金なかったらね、うん、そしてお腹すいてるからね、うん、ママを食べちゃうって言ってね、うん、それでね、顔食べたんだって。ママの顔食べたの、うん、それでママが死んで、うんうん、それでママがいないって思って首吊るしたんだって。ん、ママがいないと思って首吊るした、うん、誰の、自分の。違う、誰の、ママの、ママの首を吊るしたの、うん、顔の上だけ食べた。ああ、じゃあ首があったから首を吊るしたのね。だからね、うん、あのね、明日の分にしようって言ってどんどんなくなっていっちゃった。怖い怖い。そして骨だけ残って、うん、骨どうしようと思って骨も食べちゃった。うん、うん、そしてね、うん、腹ペコでね、うん、あのね、うん、それでね、うん、腹ペコに出たからね、うん、ペコちゃんって名前つけられた。あ、腹ペコってことでペコちゃんなのね。へえ。でもさ、腹ペコはわかるけどさ、なんでさ、腹ペコだけでさ、そんなお母さんを食べちゃうっていう怖い話まであるんだろうね。ね。別にただ単にさ、いつもお腹を空かせてたから、腹ペコのペコだよっていうのがいいじゃんね。うん、お母さん食べちゃうくだり、いらなくない？お姉ちゃんと、お姉ちゃんじゃない。さ、ママを食べちゃうぐらいお腹空いてた。ああ、そういう例えなのね。うん、それで、そっか。どんどん1日分、2日分、うん、3日分。そっかそっか。お母さんを食べちゃうぐらいお腹がペコペコだったっていう話。包丁で来てね。すごい、それでね、怖い怖い。食べたんだよ、お肉だって。でもあくまでも都市伝説でしょ？そうだよ。怖いね。怖くないの、リミは。ペコちゃんの顔だけは。あらららら。リミは怖くないの？怖くない。怖くないの？しーちゃんに聞いたら怖かったけど、自分の話したら怖くない。そうなんだ。リミは無敵さ。アハなの。はい、じゃあもうお菓子はこれで終わりです。はい。ね。じゃあこれはお家に持って帰りましょう。はい。グミ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 ペア。三時だおやつだ。